はい、皆さん毎度毎度。はい、美容室のね、集客、理髪店の集客ね、そういうのを考えてた場合ね、宣伝とはね、恥ずかしさとの戦いである。まあ、恥ずかしいのもね、最初だけでね、何年かやってるとね、もう慣れちゃうけどね。まあ、うちもこうやってね、YouTube でお客さんカットしてる動画やって、パーマかけたりね、そういう動画出してるとね、たまにね、YouTube 見てね、パーマかけてくれるお店があるんだってんでね、来てくれる方がいるからね。でも自分も最初ね、始めた頃ね、恥ずかしくてやってらんなかったよね、こんなことね。始めた頃やっぱりね、なんか見ててね、体の動きが遅かったりね、手のろに見えたり、だからね、等速じゃやなかったね、1.25 倍にするとか 1.5 倍で回すとかね、ちょっと早めにやんなかったらね、見てて気持ち悪いっての自分で。もう最近は慣れちまったけどね。理髪店美容室のね、集客っていうのを考えるとね、やっぱりお店のフロント周りをきれいにするっていうのは効果的だよね。お花ね、植えりゃいいってもんじゃないかね。なんか汚らしい植木鉢さ、白かなんかのね、プラバジーかなんかの劣化したようなのでね、ただぶん投げてやるだけで、まあ綺麗に花は咲いてっけどね、やっぱそういう植木鉢一つ取ってもね、うちはなるべく植木鉢見えないようにしてっけどね、汚いからね、平気で汚い植木鉢を晒してる。まあそれでもね、中でやってる人が優れてればね、そんな植木鉢なんか汚くたってお客さんいくらでも入るんだけどね。でもね、ご新規に対してね、やっぱりそういうご新規の方ってすべて見るからね、植木鉢からね、ドアノブまでね。ほんで悩んだ挙句に入ってくるわけだからね。美容室、理髪店やってるとね、人の店ってのは行かないよね、カットしにね。だから、まあお客様の心理考えるとしたら、歯医者なんかは大体皆さん決まったとこ行くよね。で、新しい歯医者に飛び込んでいくってのは本当に勇気が必要っていうのかな。行こうと思うとね、どんな人が働いてんだろうとか、やっぱり外観をもう本当くまなく見て、ね、値段までは書いてないからね。で、まあ近所の噂聞いてね。ほんで入っていくと思うけどね。その時ね、美容室だと思えばね、やっぱりしっかりした値段表が貼ってあるとかね。植木鉢が綺麗になってるとか、お花が綺麗に咲いてるね。まあ、美容室の場合ね。手入れがね、行き届いてるかどうかってのね。お客さん見てるからね、そういうとこね。あと、値段表もね、本当に何回も言うけど、1秒でわかる値段表。もう3行4行、カット、3000円、パーマ6000円、宿毛矯正1万円、ヘアカラー7000円って、もうそんだけぐらい。もう本当に1秒2秒でわかる値段表とね。あと、ご新規様はね、入ろうかどうか悩んでるとき、やっぱり解決策を細かく書いた、本当に立ち止まって読むような値段表、こういうのも必要だと思うんだよね。で、やっぱり解決策を書いてある値段表っていうの、やっぱり作った方がいいと思うんだけど、そんなの作れねえよとみんな思うんじゃない？お客様の悩みをね、解決するような値段表、このメニュー表示っていうのかな、ただ単にね、値段をね、本当に書いてるだけ、こんなの見てもね、お客さんは何も判断できないんだよね。やっぱりね、解決策を書いてあげるっていうの。髪の毛が多い人はこうだあだとかね、少ない人はああだこうだとかね、パーマが取りやすい人はこうだああだってね、解決策を書いてあげるっていうの。うちの値段表なんかもインスタグラムに貼ってあるけどね、まあ、あれがもう自分の脳みその限界だね。まあ、最近書き直してないからね、なんとも言えないけど、また書き直すとなるとまた頭使ってね、何回も何回も書き直してね、本当もう何年も何年もかけてね、あそこに行くまでにだって何年かかってるってね。だから最初うちもね、本当値段は、本当値段表だけだよ。値段書いてるだけ、もう何にも書かない。パーマいくら、カットいくら、もうそんだけしか書いてない。でもやっぱり書いてるうちにね、いろんな人の話聞いてね、値段表はやっぱりいろいろあった方がいいと。1秒でわかるやつ、解決策を書いた方がいい。細かくね、自分自身の商品を書いたね、値段表があった方がいいとかね、いろいろあるからね。そういうのを見てると、ああいう風になるわけ、最後ね。これね、やらなきゃうまくなんない。できねえもんだったら、で、触んなかったら永遠でうまくなんない。いや、まあ、本当にね、やればうまくなんのよ、みんな。で、できないからってね、投げちゃう人はね、それほどね、困ってないんじゃない？うちなんかやっぱり困ってるから、もう、ああいう風になっちゃうわけよ。お客さん来なくて困るから、やっぱりああいう風にね、書くようになっちゃうんだよね。まあ、儲かってるお店だったらあんなこと書かないよね。だからね、たまに自分でもあそこまで書いちゃってね、かえって逆効
果かなと思う時もあるよ。でもそんなことかまこじゃない。とにかくやってみなきゃなんともわかんないからね。はい、お疲れ様でした。